やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、現在11月3日木曜日の午後6時25分ですね。はい、本日11月3日はですね、響きをファニムの川島サファイアの誕生日ですね。はい、ということでですね、先ほどちょっと本職アカウントの方でね、8プロ練習しまして、さて、いよいよジャストビコーズ最終回です。これどうなるんでしょうね。はい、 D アニメストアで見ていこうと思います。なお、アニメ本編は流れません。ご注意ください。3、2、1スタート。全員合格したもんね、これ。合格というか、エナもコンクールね、受賞したっぽいし。え、どっちなんこれ。受かってたよな、これ。微笑んでたことは。うん。ん？あ、落ちてるやん。あ、落ちたんか。ああ。じゃあ、よかったよな。でも言えへんねんね。合格したら言うって言ってたから。落ちたんか。微笑んだし、受かったんか思ったわ。ちょっと熱いな。ちょっとだけ失礼します。第一志望合格。ああ、ミオからは合格来たね。おめでとう。ってことは、エナが、エナにも返事できへんねや。よかった。あ、ミオが受かってね。うん、まあまあや、集中してみよう。卒業式か。お、ミオが当時。え、この1週間。この1週間何もなかったってこと？発表から。あ、1週間ちゃうわ、4日か。発表が24日から25、26、27、28、1日から5日か。ベンさん、笑顔すな。
卒アルのメッセージ欄ね、懐かしいな。エイタかな。いいな、おらへんか。いい日やな、今。月か。言うんじゃない、葉月はここで。無視かよ、こら。あれ以来話してへんのか、せやし。どこでこの勘違いが晴れるんや。勘違いじゃ、忘れ違いが。まあ勘違いもそうか。真由子は？おう、よりこ。極上。
いまか今度は。お、極上カレーマン。祝卒業。あ、写真部の。ああ。あ、金賞なんや。おお。よかった。よかった、ほんまに。ああ。清水が取ったこれ。ああ、そうやったんや。で、エータを取ってる絵なもんね。アルバム作ったね。断るやろな、そら。断る？あ、もう断るな、こりゃ。ええな、ええの、ええなだけにええな、ほんまに。ちょっとちょいとグッと来ております。どっちが清水でどっちが山口なんやろ。いや、そうか、金賞取った写真は意外やったな。あかんかん、こういうのあかん。ああ、いいな。うん、中学裏での丘に来て話したことある。おお、もうちょっとな、負けヒロインの号泣はあかん。
いいね、男の友情ってのはこういうのは。ああ、えなか、えなか。うわ、また写真撮んのかな、これ。エナのとこ飛んでいくんじゃない？今のは早苗かな。まだ未読。あ。ああ、幼いか。未読スルーか。どこに向かって走ってったんや、エイタは。未読やろ、これ。え？嘘？未読のまま？携帯復讐された。写真部は？エナは芸大行くんや。あ、一緒。終わり？あ、まだあんな。エイタとミオどないなって。
大学で再開する、もしかして。あ、中地か、これ。中地。あれ、美穂と再会とかじゃないんかい、ここで。ごめん、行くの遅れた。僕が未読や。1ヶ月か。おお、既読ついた。なんておしゃれな付け方や、これ。しかし。そっちの大学はどう？楽しいよ。いや、同じ大学や。同じ大学や、これ。泉は普通。ん？見るからにそんな感じだ。見るからにそんな感じだね。後ろ、うおー。うわ、なんやねんこれ。ここでかい。ここでかい。言う、まあ言うと思ったけど、いや、ゲットセットゴー。レッドイットゴーみたいな。いや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 、そうそう、そういうサプライズやね、これ最後。いや、ちょっとすいません、僕はエナが一押しなもんで、ほんまにこれよくあるやつやけど、もう負けヒロインが負けて、まあ、強がってるだとか、なんかその本人の前では弱音吐かへんね、あと一人になった後に号泣とかがあかんのよ、これ。由比ヶ浜由衣もそうやったけど、あかんのよこれ。うん、いや続き見てえわ、これ。続きを見たい、これ。これはあれか、もうエイタとミオはもうお付き合い確定やろうけど、大学生活を映してくれ。劇場版でもええわ、何でもええわ。いやー、綺麗な終わり方したな、マジで。まあ、ハルトと葉月に関してもね、もうこれはもうお付き合いほぼ確定やろうし、エナよね。ただまあほんまにやられたのは、エナがエイタの写真で撮ったと思った金賞が、まさかの清水がねえ撮った、あのエナの写真やったってのも驚いたし、まあ結果的にね、あの二人多分エナのことを気に入っとるやろうから大貢献したな。でまあ部活の存続もまあね、ベンさんが掛け合ってくれるってことやったし、うん、まあ全部丸く収まったんかな。エナだけがちょっと、まあもちろんな、もう負けヒロインとして、うん、まあちょっとかわいそうやったけど、写真部の存続ができたってのは良かった。うん、でまあそのね、お互いの大学に関しては、ああいう形でまさかね、ちょっと粋なことしてくれるな。作者天才かこれ。うん、まあだから思ったように、まあ僕がね、11話だったかな、最後、ああ受かってもうたなと、エイタが
微笑んだから。で、受かったから、全部ミオに話して、あ、なんやねん、ミオ上映行くんかいと。じゃあ自分は あれ緑山って今回分からへんけど、蹴って俺も上映行くわってなるんかと思ったけど、そうじゃなかったね。どっちもお互い知らんままたまたま再会したという。綺麗やだわ ほんまに。そしてあなたのおすすめで月が綺麗出てるな。月が綺麗見てるけど、色づく世界も素晴らしいもんおすすめされてんな、これ。いやー、よかったね。ジャストビコーズよかったです。これ続編ないんかね、ほんまに。それぞれのその後を知りたいわ。クラウドアフターストーリーみたいに。はい、まあということで、ジャストビコーズね、見終わりました。ちょっと僕的にはエナをちょっと救済してほしかったな と思うけど、まあまあすごい綺麗にね、終わったなと思いました。はい、ジャストビコーズ最終回でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは、僕の自己紹介なんで興味のある方は切ってください。はい、僕は子供向けパフォーマーであり、大道芸人やってます。世界唯一の技の持ち主。で、普段保育園、幼稚園、小学校、子供会などでやればできる諦めないを伝えたくてね、パフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年9ヶ月ほど仕事が全くありません。貯金だけでなんとかやりくりしております。そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で952日やってるんですけれども、2000本以上のね、動画が消えるというね、昨年、悲劇を乗り越えてやっておりますが、13年以上使い続けてきたパフォーマーとしてのチャンネルでね、ちょっと始めてしまったがために、こちらを今アニメリアクションのサブチャンネルとして残してですね、新たに9月の13日に、本職のチャンネル立ち上げましたんでね、皆様ご協力、応援、何卒よろしくお願いします。こちらも1000人以上を目指しておりますんでね。はい、URL を説明文に、載っけてますんで、ぜひクリックしていただいて、チャンネル登録ぜひお願いします。毎日19時にね、動画投稿1本だけしております。はい、で、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別まとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジアユキにハマした、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。